どうも皆さん、こんにちは。今回ですね、えー、紫壁にすると世界が変わるというお話です。えー、紫壁にするとなぜ、えー、その世界が変わるのかというとですね、ウォールブレイカーを相手にした際に、私今、ウォールブレイカーレベル5なんですけれども、紫壁にするとですね、ウォールブレイカーレベル5であっても2体必要になるんですね、ウォールブレイカーが。 それがどういう話、どういう大きな話かっていうと、タウンホール10にしないと、ウォールブレイカーのレベルを6にすることはできないんですよ。あのラボのアップグレードの関係上。なので、えー、確か薄い紫壁っていうのはレベルタウンホール6で作れますよね。なんですけれども、そこでですよ、えー、タウンホール9。だから、タウンホール6の、6の壁なのにタウンホール9で使われる えー、要するにすごい上位プレイヤーのウォールブレイカーであっても、えー、2体必要になると、まあ、タウンホール10の、まあ、ウォールブレイカーは、まあ、置いといて、えーまあ、1体で倒されてしまいますけれどもウォールブレイカーレベル5にも、えー、2発耐えるというですね耐久力を持っていますなので、えー、ジャイヒーとかではですね確実にウォールブレイカーを積まれてますよね2体3体、まあ、5体ぐらい積んでる人結構ありません、ね その積んでる人に対しても、ウォールブレイカーを、まず、その最外層の壁で2回使わせることができると。これ、すごい大きなことなんですよ。なので、タウンホール6の時点で、タウンホール9の相手と張り合えると言ったら、まあ、おかしいですけれども、まあ、ドラゴンラッシュとか、え黒ジャイとかを使われて、まあ、壊滅させ,るのさせられるのか、オチですけれども、その、 耐久ウォールブレーカーに対する耐久力がですねえクラン戦とかでもすごい大活躍すると思うんですよなので今回はですね本当に、えー、タウンホール6の方でですねこ薄い紫壁にするのがすごいだるいんですよあの金壁の場合ですと3万で作れるんですけれども薄い紫壁7万5千必要なんですよねそこで他の動画でも紹介してるんですけれどもすごいなえるというかもうやる気がなくなってしまうんですねなのでその時に 薄い紫壁はこんなに強いんだよということで、もう薄い紫壁にしちゃえばもう、タウンホール9のウォールブレイカーも2体必要ですから、なので本当に耐久力、そしてですね、見た目もものすごく変わるので、ぜひ、えー、タウンホール6の方はぜひね、本当に薄い紫壁にすることをおすすめしますというか、もう絶対にしましょうということで、まあ、一緒に頑張りましょうということで、えー、ご視聴ありがとうございました。